はい、本日は2021年3月の、今日が8日になりますね。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する実学であり、学問です。新型コロナ、少し高止まりしてますけども、まあ、冬場に比べては、若干感染者数も減ってきてるんで、まあ、皆さんができること、手洗い、それから、急速症状があったら出歩かない、そして、3密を避ける、特に、換気、まあ、加湿はね、もうそろそろ、ね、いいかもわかりませんけど、冬場の乾燥した空気は、感染症を広げますから、できるだけ空気を乾燥させないように、してください。それではですね、アーカイブの方いきます。産婦人科のアーカイブ、今日はですね、中絶手術をしなければならない、ということで、事情により中絶をしなければなりません。現在7週ほどです。子宮頸管を広げる器具を使う際、やはり、大変な痛みを伴うのでしょうか。少し不安になり質問させていただきました。ということで、まあ、手術ね、子宮頸管を、まあ、初産婦の方であったら広げて手術をするということになってますけども、中絶の、ね、手術の流れということであれば、まあ、またそれはきちっと貼っときますけども、一応、まあ、事情により中絶しなければならない、ということであれば、一応法律的には22週未満まで、できるんですけども、12週以降は、埋葬証明書っていうのは出さないとダメなんで、結構書類が大変になってきます。だからまあ、もし早く決められて、母体のことも考えられるのであれば、12週未満、できれば、10週未満、もっと早く分かるのであれば、8週未満、これぐらいが、ね、安全にできる週数、できるだけちっちゃい週数の方が安全にできると思いますね。そういうことで、できるだけちっちゃい週数ということになると、まだ経過がね、未熟で、それほど、ね、熟化してない、状況になりますから、経過を広げる手術をしないと、ダメなんですけども、それはですね、当日、ちっちゃなスポンジを入れて、そこのスポンジが徐々に経過を広げますから、それほど痛いことはないです。手術の最中も麻酔をかけますんで、あまりいい記憶がないと思います。ね、術後は、まあ、1日2日、1週間からそうですね、2週間ぐらいは出血が続くかもわかりませんけど、徐々に出血が少なくなってくるというような形になりますんで、当日ね、少し麻酔がかかるんで、その麻酔にね、弱い方はゆっくり休んでいただかなあかんかなということになりますけど、できるだけまあ安全にさせていただくことなので、痛みとか不安とかっていうのであれば、何かね、それは聞いていただければ、全てお話ししますし、できるだけもし決まってるんであれば、悩まずに早い手術で、することを、ね、が母体にとっても多いかな、ということです。法律的にも12週、ね、未満がややこしくないと思います。それでは時間も短縮いたします。そうそう、このね、手品の、これ、好きなカードを選んでもらおうと思ったんですけど、まだごめんなさい。まだこの手品、箱を開けてなかったですね。ね、箱を開けて、それから好きなカードを選んでもらいましょうか。